ここって一般の人も買えるんですか？はい、一般の人も買いに来てくれますよ。三重県から東の魚を毎日持ってきてですね、で注文ありましたら水槽から生け締めして、半分とか注文をさばいてお客さんに渡してるんです。今って見れます？はい、大丈夫ですよ、どうぞどうぞ中入ってください。はい、大島さん、魚並べて売ってないんですよね、注文の分だけ魚を、タイとか、サーモン、ハマチ、カンパチ、シマアジ、ヒラメ、季節によっては伊勢エビとかああいうのもやってますけど、すいません。はい、ありがとうございます。今はね、魚はこういう感じでみんな運んでくるんです。こういう箱に入れてね。気につかないし、これだとたくさんトラックにたくさん入るから、親が来ると全然少ない。ただ、バラで100枚だけど、箱に入れると200枚くらい入ってくる。輸送単価がね、下がるということで、価格が上がらない。それで昔からやり始めたんですけどね、魚はこういう状態で運んできます、三重県からね。この感じ、みんなさい、この際もみんなそう、ハマチとかカンパチは、泳がすもんでこういう箱には入らんけど、バラで行きますけども、サイとかシマアジ、ヒラメ、みんなこういう感じでね、タイばっかだな。それはまた可愛いかとね、分からんけど、そこではまた餌やらないんで。貝一匹もらってていいですか？はい、貝一匹、この竿、どれぐらいだろう、そんなに大きくなっていい、そうだよね、近いです。
近い。魚の煮て食べることが好きですか？好きです。はい、すみません。あと、また炒め2枚いかがでしょうか？ちっちゃいです。これはね、芝居。袋じゃないか。袋じゃないか。あ、芝居じゃん。ありがとうございます。芝居でね。はい、芝居。芝居じゃ分からないタイプ。甘辛。ここマリンちゃん、これ2個、はい、これだけですか？はい、ここに入れてあげてください。お待たせしました、すいません。はい、ありがとうございます。いつも見てます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またやってね。はい、すいません。